花折峠は、滋賀県大津市にある峠である。国道367号は、トンネルになっているが、元の峠道も、旧道として現存している。かつての鯖バ街道の中で随一の難所と言われた、峠でもある。また、アド川とバジカの分水嶺となっている。鯖バ街道沿線にある、葛川明王院への参拝者が、 仏前へ備える仕組みを峠付近で積んだことが名称の由来となった。国道367号は花折れトンネルで貫いており、峠の交通を成している。このほか、旧道となった峠道も現存しており、長距離自然歩道の一つである近畿自然歩道、砂場街道、花折れ峠の道コースの一部となっているほか、南平井の登山道にもなっている。 急道となった峠道には石碑が設けられている。花折トンネルは峠の直下を貫く国道367号のトンネルである。片側1車線の道路及び歩道が設けられている。花折峠はカーブが多く交通の難所であり、1975年6月にトンネルが新設で難所が解消された。大津市街地、途中越し方面から進むと、 この花折れトンネルのほか、葛川バイパスの牛のびトンネル、行者山トンネル、坂下トンネルと4つのトンネルが連続しているが、その中では最長のトンネルである。なお、東トンネルは1975年に竣工したが、葛川バイパスの供用開始時期は2000年代になってからであった。国道367号の前線にわたる改良が進んだ結果、 京都市や大津市と福井県小浜市などを結ぶ主要なルートの一つとなっているトンネルの要目、ありがとうございます。